おはようございます。今日はですね、東大の卒業式があるということで、じゃん、袴を着ました。一生に一度の袴は桜満開をテーマに全身ピンクにしました。いえ、東大のすぐ近くの上野公園です。桜が咲いてます。いや、今年はね、桜が咲くのが早かったので、ちゃんと袴姿で桜と一緒に撮ることができました。それでは東大に行ってきます。東京大学卒業式会場にやってきました。何度も通った赤門ですが、多分これで最後だと思います。あ、みもりんです。卒業式の会場の安田講堂です。もうね、式が始まる1時間ほど前なのですが、たくさんもうね、ちらほらいます。ここで何度も5月祭でライブさせていただきました。逆光ですが、初めて安田講堂の中に潜入しました。じゃじゃん、じゃじゃん、人がいっぱい。これから始まります。ありがとうございます。将来の夢は、将来の夢、世界で活躍します。おー、頼もしい。日本で活躍します。規模が、青木は東京で活躍します。大阪で、確かに大阪で活躍します。無事に卒業できることになりました。いや、マジで頑張ってたね、ゆきちゃん。ありがとう。頑張ってた。本当にマジで、本当尊敬してる。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、後世に残る心理学、東大心理学の皆さんでした。